セルヒオロドリゲスこと、セルヒオロドリゲス・ゴメスは、スペインのプロバスケットボール選手。レガバスケットセリエ A のオリンピア・ミラノに所属している。カナリア諸島州産クリストバルデラ・ラグーナ出身。ポジションは、ポイントガード。身長191センチメートル、体重80キログラム。相性は、エルマゴ、スパニッシュチョコレート、スパニッシュフライ。2004年。 スペインのプロリーグリーガーグ部の CBS ・トゥディアンテスでプロデビュー1年目に新人王を獲得し、ヨハン・ペトロ、マルティーナス・アンドリュシュケビチュス、ネマンヤ・アレクサンドロフらと共に欧州の将来有望な選手として注目された。2006年の NBA ドラフトでフェニックス・サンズから全体27位指名を受けたが、同日現金と交換でポートランドトレールブレイザーズに移籍した。 一年目は、ジャレット・ジャックの控えとして、主にベンチから出場。短い出場時間の中でアシストを稼ぎ、パサーとして高い評価を受けた。2010年2月18日、ニューヨーク・ニックスとヒューストン・ロケッツが絡む、三角トレードで、ラリー・ヒューズと入れ替わりで、ニックスへ移籍した。NBA では、285試合に出場し、1217得点。 839アシスト、368リバウンドの成績を残した。2010年7月5日、NBA で4シーズンを過ごした後、ユーロリーグの名門クラブレアルマドリードバロンセストと3年契約を結んだ。2012年7月、さらに2年延長契約を結んだ。2014年5月、チームメイトのルディ・フェルナンデスと共に、 ユーロリーグ2013から2014シーズンのオールユーロリーグファーストチームに選出された。ファイナル4を前に、このシーズン31試合すべてベンチスタートにもかかわらず、平均14得点、4.9アシストにリバウンドの成績を残し、ユーロリーグ MVP に選ばれた。2016年7月4日、フィラデルフィアセブンティーシクサーズと1年800万ドルの 契約を結び、2010年以来の NBA 復帰となった。2017年7月15日、ユナイテッドリーグの PBC チェスカモスクワと契約した。2004年、18歳以下の欧州選手権に出場、平均19.1得点、4.6リバウンド、8.5アシスト、2.1スティールの成績でチームを優勝に導き、MVP に選出された。 また2006年には世界選手権に出場し、優勝に貢献、金メダルを獲得した。また、ロンドンオリンピック、2016年、リオデジャネイロオリンピックにも出場し、それぞれ銀メダル、銅メダルを獲得している。ありがとうございます。